ニュルブルクリンク24時間レース、8年目の挑戦。人を鍛え、車を鍛える、まあ、総合優勝争いなんですが、やはりアウディ、それからメルセデス、BMW、この3つのメーカーが今年は、ね、最初から、ね、はい、非常に優勝争うだろうという予想通りの展開になってきていますね。まあ、ポルシェはこの44号車の派遣チームの車が一番上位にいまして、そうですね、満載チームがこの時のそのレックとコマンド含めてね、耐久選手権の方でワークス活動していますので、こちらには、まあ、一応チームとしては出てますけれども、ジェントルマンドライバーのサポート的な形で出場しているようでして、ポルシェはちょっと今回は総合優勝争いにはこう加わってきてない感じですよね。しかしファルケンポルシェに関しては、はい、まあ、ワンラップ遅れではあるのが多いですね。はい、さあ、それからこれ48号車ガズレーシングの、レクサス LFA が移りました。木下貴之選手が今2スティントを、走行するということみたいですけども、 あれは夜中のことか、はい、そうです、ね、今はまた変わってますかね、これはね。これどうなんですかね、2スティントに行く場合もあるんですか。そうですね、特に、ナイトセッションとか、はい、夜の時間帯はまあ、こまめにドライバーを変えて、真っ暗なところにこういきなり行くとやっぱり慣れが、はい、それにやっぱ時間がかかっちゃうので、できるだけこうドライバーを変えずに、まあ、その夜に慣れた、あとコースコンディションも例えばオイルが出てても最初見えないので、そういう部分も含めて、ディスイント、まあ2時間半ぐらいになるのかな、は大体続けていくようにしてますね。さあ、27号車の Z4 現在総合の15位のマシンですけれども、ちょっとショートカットするような感じでしたね。まあ、ドイツのね、このメーカーの GT3 マシンがここ数年は年ごとにその優勝者が変わるようなレースが毎日続いているわけなんですけれども、昨年はメルセデスが初めて勝ったんですよね。それから2012年はアウディが初めて勝ったんですね、はい、そしてその前2011年はポルシェ、その前2010年は BMW ということで、過去4年は全部メーカーが違うんですよね、はい、ですから今年どこが勝つかと。そして今85車がピットに入りました。日産の80周年、そしてニスモの30周年を記念して今回出場している2台の GTR、35車は残念ながらリタイアということなんですが、85車は今走行を続けています。さあ、それからこれがレクサス LFA フォード X、 今年初めて登場しました。 LFA にさらに改造を加えて、速さを増しているマシンということで、現在走行で13番手までポジションを上げています。飯田明選手一緒に今ドライブしているのがこの車、まあ、今年、ね、初登場ということだったので、しかもそのテストが、まあ、それほど十分ではなかったというふうに聞いていますが、快調ですね。そうですね、結構ピーキーで、難しいっていう話を、ね、脇坂選手から聞いてたんですけど、はい、まあ、予選順位に関してはね、飯田選手引っかかっちゃって、あまりいいところにはいかなかったという話だったんですけど、はい、レース始まって、ね、1回これ最初にちょっと軽い接触があってピット余分に1回入ってるものの、はい、それ以降はずっと体調で、なおかつタイムで、目標以上で走ってるんじゃないですかね。そうですかね、はい、で燃費がだいぶいいという、そうですよね、話もありましたね。
で、あの観客数という面でもこのニュルブルクリンク24時間レース23万人から25万人ぐらい、ね、あの来るということで、ルマンとは変わらないんですよね、この人数っていうのは。そうですよね、はい、ですから、で、あの1週間しか違わないのにその人数がよくこう、はい、いろんなところに集まるなっていう気がしますよね。そうですよね。で、ルマンはあの大きな、ね、グランドスタンドもありますし、あの比較的客席整備されているんですが、はい、こちらはあのグランプリコースのスタンド以外はもうあの普通にあの土手のところですから、結構あちこちこうね、そこら中にお客さんいらっしゃいますよね、これね。昨日あのバーベキューしてるね、映像を見て、なんかいい映像ですよね。なかなか日本じゃ見られないようなワイルドなことをやってましたもんね。あの焼き方が日本とちょっと違いますよ。違いますよね。まだやってます。すごい激しい2位争い。これドライバーとしても神経使いますね。そうですね。絶対に、ね、ぶつけるのだけは避けたいですしね。まあ、ただまだ様子を見てる時間ですよね。ああ、そうですか。これが、ね、ラスト1時間ぐらいでこの距離だとかなり痺れますけど。はいはいはい、逆に続いててほしいですよね、うん、最後ね、うん、あ、48号車入りました。さあ、この車が出てからのスティンとはやはり1回ずつ変わりますね。ドライバー木下選手今降りました。石浦選手ですかね、さっき、まあ、用意してましたからね、はい、石浦選手に変わります。あ、右のフロントちょっとこれぶつけてるんですね。いや、これ6時間かな。ということは7時間半経って今トップ争い、全くドイツ周回、まあ、今アンジュレーションが多分変わるところですよね。はい、石浦選手今出ました。あ、これはメルセデス22号車今いやです、ね、左のフロントバーストしてますね。ハンセンミューが低いもので、はい、そんなあの急に滑るっていうことはないんですけど、うん、ただタイヤのトラブル、やっぱりこのGT3 カテゴリーのね、はい、まあ、多いですよね。あ、レクサス今入りましたね。コード X の方ですか、これですね、はい、ルーティン作業ですかね。けどこう、さっきトップ争いしてる車で、これまあ2位3位ですけど、はい、これ距離としてはトップからこの2位グループそんなないですね。ないと思いますよ。さっきあの同じタイミングで、はい、グランプリコースで今これさっき映ったところと同じところの映像ですから、はい、まあ、日本では24時間レースが多くなってませんけれども、こういうのを見ると24時間レース、おお、両側から抜くところで BM が前に出た。いやー、うまい今 BM。ポルシェでも一つ小さいケーマ、あららら、何しちゃったの今、なんだ今普通に走ってるように見えたんですが、なんかおかしかったんですかね。タイヤ、あ、でもまっすぐ走れないんだ。まっすぐ走れてないですね、これ今。ああ、やっつけられちゃったんだ。これ20号車3位を走っている20号車 BMW にぶつけられたんですね。アウトにこう膨らんで戻ってきたところで、ちょっと服部さんペナルティですね、日本だったら出しますね、これね。あのミスして、要は外にね、膨らんだ後のリカバリーとしては最低ですよね。最低ですよね。言っちゃうんですけど。そうです、ダメですよね。で、今のね、トラックを折れて変な風になっちゃったんですね、あれ。速度差がね、かなりある車と走ってますからね、はい、100キロぐらいありますからね。そうですよね。これ8号車はその先ほどのハリボーレーシングチーム、はい、911ですけれども、ヨルグベルグマイスターがこれ乗ってる、クルーに乗ってるマシンですね。ちょっとこれね、ですね、どうなったんだろう、ぶつかってはいないですね。けどこれ反対向いてますから、反対向いてますもんね。スピンして巻き込んでギリギリ止まったということですか。あ、ぶつかってますね。あ、ぶつかってます。エコドエックスは飯田明選手がどうやらこの後乗り込む
車の台数がかなり減ってきてますよね。あ、そして今コードエクスピットに入ってきました。これで井田明選手が最後のスティントということになるんでしょうね。残り1時間ほどですから、このコード X も今回からですけど、はい、あの最初こそちょっとアクシデントありましたけど、その後非常にいいペース で、うん、で燃費を生かして順位がどんどん上がってますからね、はい、すごいですよね、はい。今48は木下隆之選手じゃないですかね。通常に考えるともうこれで今チェッカードライバーですよね。先ほどの放送枠の時に森蔵選手はもう頼まれてもドライバーは乗らないというような話でしたけど、ね、はい、木下選手でしょうかね。そうですね。でコーデックスの方は井田選手ということでしょうね、はい。これが最後のピットですか。これがトップのアウディ4号車ですね。これが最後のピットということになるんでしょう。残りちょうど1時間を、あとちょっと切ったというぐらいですから、これで最後まで走り切ろうということなんでしょう。このアウディ4号車は会長です。ただ1号車のメルセデスは3分ほど遅れて同一周回でまだ走っています。23時間走ってまだ同一周回です。すごいですね。23時間で3分しか知らないですからね、はい、でもこのあと1時間、はい、本当にまだ気が抜けないですよね。ああ、そしてコード X が映りました。この、ね、マシンも本当に快調です。今走行で12番手14、15ラップもしてるんでしょうかね、トップからは、7ラップぐらいの遅れということみたいですけれども、145ラップしてるんですね。これはでもすごいですよね。本当に全くノートラブルですし、燃費もいいです。Z4 なんですけれども、はい、ちょっとそのトラブルというか接触などの影響と、それからペナルティもちょっとあったということで、現在6番手までポジションを下げています。4号車のフェニックスのアウディがもちろん先頭ですけれども、1号車ブラックファルコンのメルセデスが2番手の同一周回です。そしてその後ろに22号車ルベレーシングのメルセデスが上がってきているという状況になりますね。無事ピットアウトしましたね。あ、出ましたね。でもみんなピットアウトのところでも押してるのは、やっぱりこんだけ走ってるとクラッチとかもだんだんやっぱ傷んでくるんで、なるべく負担を減らしたいんですかね。ということなんですかね。